どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで、やっていきましょう。サクセスレジェンズ、パワープロ6バージョンやっていきたいと。逆だな。まあ、パワープロ6やってきて、パワープロ6サクセスレジェンズバージョンだね。まあ、とりあえずね、やっていきたいと思います。とりあえず、ちょっと待ってね、データ見てみよう。自分の能力。コントロール116か。どうしよう。B、D にすべきだよな。とりあえず。急速はもうこの際いっか。いい気がします。じゃあちょっとここはね、制球力アップを目指していきたいと思います。はい、コントロールアップ。急速が下がらないことを信じて。いいね。コントロールガンガン上げていこう。もう D になったか。早いな。でもこうなったらもう、底上げしていこうかな。疲れ取りたいので、あ、出た。あ、あんた誰？熊谷注文です。ほう。先輩さんでしたか。あ、先輩？熊谷気がついたら、なんか熊谷ってやつがいたっていうね。はい。肩！あ、今度肩かよ。肩爆弾。せっかく肘爆弾直したのに、博士の、ちょっと手術で。はい。やる気あげるか。あ、新入部員。あ、はあ、熊谷、ここで来るわけか。キャッチャー、おお、打撃がなんか、ちょっと良さげになりそうですね、これで。遊んでやる気あげとこうっと。やる気も、はい。マックスにしといて。お、この服ください。やったー。いい服が手に入った。もう2週間か、試合まで。あー、どうしよう。投げ込み、今、制球力がかなり上がって、あ、急速下がった。まあ、いいや。CC にまで持っていっちゃいましょう。はい。どうもー。頑張ります。投げ込みで制球力が今多分ね、本当に来てるんで、大会だと。あ、まだか。データ。自分、どうだ129で130から C な、だと135からか。まあ、一番こう上がりやすいって言ったら今はもうコントロールしかないんで、コントロールでいきましょう。はい、六大学、秋季大会1回戦頑張りましょう。能力アップ、特になし。だって、投手だもん。いきます。いやー、球速が結局かなり下がったな、128キロまで。どうすんだろう、これ。いきます。パワフル大学対ぶっちぎり大学。まあ、なんでコントロール上げるかっていうと、なんかまた、スカウトがなんか、君の能力見せてくれみたいな感じで的当てやる気がするんで、いきます。あとは失投したくない。さっき前回だったかな、官僚大学とやった時に失投をやってしまいまして、それで負けちゃったことがあったので、今回はなんとか抑えていきたいと思います。ちなみにだけど、見た感じなんか成績では悪い能力残したこと、悪い成績残したことないんだよね。なんかこうスカウトの評価も下がった。あれ、今後行くぞ。あ、俺何もなしで、一家で引き分けか。でもなんかしっかり抑えたよね。ゼロで。4、被安打 4? ってことは俺どこまで抑えた？多分スタミナ的にはなんか5回あたりで多分ノックダウンってか、疲れてきたはずだから、どうだろう。7イニングも投げたか。おー、いいね。はい。再試合頑張りましょう。スカートの評価上がってよかった、結果的に。頑張りましょう。ただ回復罰だから、俺なんか、疲れ溜まってんじゃないかな ?2 試合、再試合の時って。いかにこう、なんか、ゆっくり寝て体力か、なんか、疲れを取れるかっていうのが勝負ですからね、こういうのって。そう考えると、甲子園の、なんかこう、再試合だとかって大変ですよね。ピッチャーなんていうのは。さあ。おー、すげえ、しっかりゼロとされて負けんかい負けるんかい、そこは。めっちゃ抑えたんじゃない今回も。また多分先発だったでしょうから。それで負けるんかいって感じなんだけどね。また、貧だすぎるでしょ、うち。はい、スカート評価は上がってよかった。そろそろ帰ろうかな。ちょっと練習してこう。コントロール。コントロール上がった。もういいか。うん、体力的にも。チームメイト能力見とこう。パワー、あー、でも打撃そんな。はいはいはい。豆山くんとかいい能力持ってんのになぁ。はぁ、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 はぁ。熊谷くんもいいもんね、これ。1年生で。矢部くん。矢部くんもいいよ。なんでこれで打てねえのかな？ピッチャーだっていいのに。あれ、めっちゃいいピッチャー。江崎くんがなんでエースじゃないのかがわからない。ごめんね、なんか僕が先輩ずらしてなんか投げちゃってて。休もう。はい。あ、2回戦頑張りましょう。優勝するためにはもう負けられないですからね。試合行きます。でも奇跡的に僕なんかこの、なんだろう。ちゃんと0点で抑えてんだよね、今のところ。頑張りましょう。再試合、
再試合もやったけど、結局0点で抑えて、スカウトの評価ダダ上がりと。さあ、この官僚大学。てか、出番が欲しいな、なんか動画的には。まあ、僕個人では、こう、そのまんま、なんか、ガーッといって、ゼロで抑えて、で、評価ダダ上がり、てか、上がって、やったー、みたいな。おー、でも、あ、これ、また出番ねえな。勝てー、勝った、さよならー、あぶねー。すげえ、1被安打で抑えてんな。見事じゃないですか。よし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 。一試合も負けらんないからね、こうなったら。だから、後続がしっかり抑えてくればいいんですよ、僕の後の。そうすればなんとか。はい、6イニング自責点なし。いいね。自責点なしの勢いがもう止まらないよ。おー、やった、コントロール C になった。じゃあ、球速上げるべきなのかな。でも今、なんか、球速上げたらなんかコントロール下がっちゃう気がするんで。もうちょっとコントロール上げとこう。はい。3回戦。もう一試合も負けらんないよ。頑張ります。はい。あ、ショップでこれ9万2000円でなんか買えばよかったかな。行きましょう。熱血大学は正直得意としてるから、いけんじゃないかな。頑張ろう。いやー、でもできれば ぶっちぎり大学も正直勝てたんじゃないか。あそこまでピッチャーしっかり抑えてたんだからさ。なんかこう、なんだろう、投手戦が多いですよね、うちって、なぜか。打撃が、まあ、ヒンダ戦といえばそれまでですけど。頼むよ。ちゃんと、てか、まずゼロで抑えないと、自分が。あー、来た。久しぶりの、はい、ピンチになりましたね。ピンチで嬉しいっていうのもおかしいんだけど。頑張ろう。この音楽いいっすよねっていう。2番か。ノーアウト、ランナー2塁。歩かして3番と勝負ってわけにもいかんか。勝負、ここは。カーブ、でも、今、あー、嘘。くそ。じゃあ、フォーク。おい、いいね。追い込んだ。じゃあ、ストレートは球速ないんで。はい、オッケー、三振。こう、片付けました。3番歩かして4番勝負というわけにもいかないんで。勝負。うい、アウト、ボール、審判、マジか。危ない!あー、カーブだったらやられてたね。ストレートはここは。うわー、怖い、今危なかった。強振で。はい、三振いただきました。2三振。で、これで4番歩かせるか。歩かせよう。ちょっと怖いわ。はい、剣。ウエストはどうやってやるんだろう。セレクトかな、セレクト。あ、違うね。まあいいや、歩かせます。はい。ちょっとここは1、2塁で。はい。あぶね、あぶね。めっちゃこう追いかけてくるから。はい、オッケー。で、これ5番と勝負。5番は能力若干下がるでしょう。いやー、まあまあいいや。弾道1だからね。はい。がっつり寄せましょう。危ない!危ないわ。はい。あー、怖い。今ストライクだったらどんだけ助かったか。追い込んだ。さあどうする?やっぱフォークでしょ。殿下の宝刀、フォーク!あー、危ない。嫉妬をやめて、嫉妬本当に怖いから。あー、いただきました。三振。よかった。結果、チェンジと。さあどうだ?おー、またピンチ。ランナーがまた二塁。できれば2アウトあたり。ワンアウトか。ワンアウトランナー二塁。2番、また上位打線。ちょっと疲れてるから嫉妬が来そうで怖い。オッケー、追い込んだ。いいよ。はい、てか三振だった。失礼。あ、そっか、ワンストライクの時点で変わってたのか。危ない!やらかしてた、今ちょっと。追い込んだ。はいよ。え、じゃあ、ちょっとボール球になるフォークで。振ってこい!よっしゃ、三振!さあ、6回まで0で抑えたよ。7回後はよろしく。江崎くんがしっかり、よしよし、いけ、よし、勝った。勝った。ありがとう。6回で1点入ったってことは勝利投手だね、ギリギリ。やったぜ。無失点。いやー、さすが。なんだかんだゼロで抑えてますよね。これはもうスカウト見逃さないでしょ。もう無失点記録更新中ですから、まさに。はい。多分。急速上がった!やったー!解散、いいニュースがあるぞ。はい、何でしょう?何?学校側が野球部支援。へぇー!何もお願いしない。お願い!あ、そっか、キャプテンだったらお願いできるんだと。スカウトの影山さん、球のスピードを見せる。投球術、変化球かな?はい、うん。こんなものか。ありがとう。だって、投球術ってもな、そんなないしっていう。投球術ってコントロールかな、もしかしたら。そしたらミスったかもしんない。できるよ。あー、球速下がった。もったいない。あ、この試合勝てば優勝。わかりました。頑張りましょう。試合、暁大学との試合だな、おそらく。こうなったら目指せ日本一よ。これどうなんだろう。日本一の大学を決めるリーグがあんのかな、また別に。まあ、暁大学、初めての対戦ですけど、碇くん、どうなんだろう、勝てるかな勝てるかなって不安になっちゃいけないんですけどね。まあ、でも自分の実力をね、限界まで出したいと思います、こうなったら。できるところまでやる。やれるだけのことはやろう。さあ、行きます。
おー、いいよいいよ。まず、立ち上がりはよしだ。ツアー、で、2回の、守備、3回か。3回、なるほど。ここはじゃあ高めの、あい。やべ、ワン、いやファースト、カム、ファールね、ファール。ツースリーフルカウント。ここはフォーク。三振ツーアウト。ランナー二塁となります。3番佐藤。4番は多分碇くんだから勝負。あー、やべ。ここは碇くんに回したくないんで、できるだけ。さあ、暁大学でミート B、パワー D は広いもんだと思った俺がいるけど、これはフライだ、取れ取れ川野、よっしゃい、あぶねー、心臓に悪いわ。佐藤だ。よし、いいぞ、いいぞ。よし、出番終わった。さあ、勝て勝て、よっしゃー、勝ったー、あの暁大学にさよなら勝ち。綺麗にゼロで抑えた。さあ、無失点記録更新中だよ。最高じゃないですか。やったー、開花してるね。ここぞという時に勝ってくれるの嬉しいわ。イカリ君と結局一回も戦わなかったけど。やったー、万歳、優勝、念願のリーグ優勝でやんす。おいら嬉しいでやんす。泣くなよ、やべくん。今まで自分の力で何もやり遂げたことはなかったでやんす。でも、今回の優勝で自信がついたでやんす。あ、やっぱあるんだ。あるんだね。全国大学野球選手権出場。え、代表権ないの？秋の大会に優勝すれば、ああ、明治神宮大会。なるほどね。キャプテンだけ残ってくれ。はい。まあ、多分何もないんだろうな。自分がキャプテンじゃない。あ、部費用援助。ありがとうございます。はあ、なるほど。これ本来だったら自分でなんか選べるんだな。こういうなんか支援の内容。はあ、なるほど。じゃあ、ここは、遠投で球速上げよう。130キロは投げないな、せめて。はい。遠投。ターンは、早くなった気がしたと。疲れ、眠いから出ない。おやすみ。仕送り入ってきたね。でも、部費が安くなったおかげで若干楽になったと思いますね、多分。22か。若い頃が懐かしい。お！ほう、何？明治神宮野球大会の、優勝チームと、社会人日本一チームとアマチュア王座決定戦。はあ、なるほど。なるほど。ということは、秋季大会で優勝すれば、社会人1位と優勝する、戦うことができるんだね。はあ、なるほど。それは面白そうだね。確かに、ちょっと。で、それでアマチュア日本一決めれば。いやー、頑張りたいね、こうなったら。すげえ、球速上がんね。あーしゃ、100、あ、コントロール下がる。まあ、いやいや。下がっても C だから、それ。いや、なんとか130キロまで戻したな。いやー。あ、爪切って。ああ爪が割れた。あ、合宿の場所。なるほど。じゃあ普通で。はい。まあ、今回、結構、疲れ、ないから助かったわ。あー、でも爪割れてるからな。どうしましょうか。ここはじゃあ、ランニングでスタミナ上げよう。はい。スタミナプラス9。結構上がるね。トランプやる。いいね。やろう。知ってる。何それ。あ、やべえ。トランプで、おいちょ株、やべえ、俺わかんねえ。じゃあカードを配るでやんす。じゃあ真ん中のカードで。真ん中の1で勝負だ。じゃあおいらは3を選ぶ。2枚目のカード。はあ。なるほど。合計で勝つんだな。合計で。もう1枚もらう。9だ。合計は15。だから5で勝負。はあ、なるほど。1桁ので勝負。5、3、2、5。あ、引き分け。なるほど。なるほどね。オッケー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 。一桁目で勝負するな。じゃあ、右のカード8で勝負。うん。で、4だ。あ、12。もう1枚もらって2を増やそう。はい、10。ってことは？豚ー！マジか。まあ、負けたの間違いなく。あー、なるほど。あ、はいはいはい。あ、8でじゃあ。8で勝負。真ん中8。これで同じだ。2で。足して9。あ、いいじゃん。これ強いんじゃない？じゃあ、これでいい。はい。合計は9で勝負。それに対して矢部くんはもう一丁。6ということは ?8、8、4、6で ?18。やったー！一桁目のやつで勝負。あ、なるほどね。初めて大一丁株のルール分かった。あ、6にしちゃったな。2倍のカード。10。あー、16ってことはこれでいいや。はい。6で勝負。それに対して矢部くんは3枚目。6、引き分け。6で3、1、6の。やったー！え？ 10 か20の逃げでやり直し。マジか。逃げってあるんだ、そういう。じゃあ左のカード。あ、ダメだ。そっか、もう1枚取らなきゃいけないんだから、9はミスか。14。もう1枚もらう。
どうだ、2、あ、6か、オッケーオッケー。もういいや、はい。で、6対何 ?1、5、6、あー、引き分けか。いい勝負してんな、おい。じゃあ、1で、はい。9を選ぶ、なるほど。で、8、あ、いいじゃん。じゃあ、これでいい、はい。最高の状態、9で勝負。2枚目を見た。もう一度でやんす。3枚目。4ってことは ?9。やべか、9、6、4ってことは ?19。あー、マジか。9で引き分けてくるのか。すげえな。じゃあ、3で。はい。で、もう1枚引くと。はい、2、5。もう1枚もらう。10。あーってことは ?5 で勝負。どうだ?もういいでやんす。勝負。5対7、1。あー、負けたー。2勝で。くそー、短期になった、最悪。スタミン、なんか、先発で、短期っていうのは正直まずい気がするんですけど。じゃあ、請求アップで。はい。ズメが痛い、急速下がる。はい。で、今回はでもあれがないからね。なんだっけ、こう、サマービーチスペシャルが。はい、あと2週間。スタミナ上げとこうか。はい、スタミナ B まで。行きたいですね、せめて。疲れ取れたー、やる気アップー。はい。秋の大会のレギュラー、うか、任せてくださいよ。ちょっと、バイトしよう。お金がないから。新薬のテスト、かける。これを飲むのですか?さあ、お願い。うわー下がったかー。かけたんだけど、最後。スルメ大学。あ、出るんだ。よかった。あー、なるほど。くそー、せっかくだのに。あ、球速124とか結構下がったな。払う。やらなきゃよかったー。はい。くそー、まあ変化球下がんないだけマシか。頑張ります。じゃあ試合行きます。うわー、コントロール頑張ってあげたのに。新薬ってだから最初は成功したのが相当確率低かったんだな。行きます。まずはぶっちぎり大学との試合。でも多分いける。あー、でもコントロール球速、うわー痛いよ。二度失敗っていうのが結構痛いですね。これ変なことしなきゃよかった。でも新薬やっぱ試したいじゃないですか。成功した時だったらもっと強くなるから。てか、失敗を取り戻したいなっていう、そういう気持ちになっちゃったんですよ。てか、それがギャンブルなんだろうな。なんか、失敗を取り戻すためにさらに金をかけるみたいな。勝利でーす。やっと、やった。雪辱晴らすぶっちぎり大学。またゼロで抑えたんじゃない?これ見事に。スタミナ B だから多分、さら、8回ぐらいは投げたと思いますし。結構投げたと思うから。てか、なんでオーバーハンドで俺、128しか出ねえんだよ、みたいな。6イニングか、それでも。やった、球速上がった。まあ、ここになってきたら上がるわな、そりゃ。疲れはどう ?14% か。ちょっと休もう、じゃあ、そしたら。休む!えい。2回戦、この試合も勝ってやるぞ!行きます。なんとか球速元に戻そうよ。あ、でも、あれ今、コントロール D になってあ、いいのか。頑張りましょう。熱血大学はお得意様だからね。大丈夫。やれるさ、俺なら。I can do it! やってやるよ。いや、でも、油断大敵火の用心だな、そこは。やっぱり、こう、舐めてかかるのが一番良くないですからね。そういう、ちょっと舐めてかかって痛い目を見るってのは結構僕実況動画でよく ある経験上よくあるので。さあ、どうだ?もう、ああ、5回。そろそろ交代のパターンだな、5回で。体力もスタミナ B あるけど、短期だから、その代わりピンチになると。まずいっすね、それ。まだ、あ、コントロールやっぱ C になってる。あ、よかった。D と C の境目だったんだね。じゃあ、ギリギリ良かったんだ。急速ないだけで。じゃあ、カーブで。ほい。あ、やばい。OK、三振。あぶねえ。三振、あとはよろしく。よし、いったいった。守れ。やったー、勝った。イエーイ、勝利。相変わらず1点か2点しか入んないんだな、うちのチームの打線は。まあ、ゼロに抑えればいいんだから。今年開花してんな、俺能力。これでまた球速上がるんじゃないですか?もしかしたらだけど。はーい。早くなった気がしたか?残念。じゃあ練習して、じゃあ球速上げよう、少しでも。なんとか直そう。はい。早くなった気がした。ダメか。はい。じゃあ次の試合行きましょう。ゴー!勝ちたいなー、こうなったら。でも最悪負けても、まだ可能性はあるんだよね。行きましょう。官僚大学との試合。でもできれば無敗の状態で、こう、暁大学との試合に臨みたいですよね。でも、どちらにせよ、暁大学に勝たなきゃ優勝はないのか。前回、なんか、春季大会は確か1敗してもなんとか勝った、暁大学に勝ったことで優勝したけど、今回はまだ救いはある感じで、
さあどうだ、1点入れてくれ。あー、俺はゼロで抑え。ノーヒットノーラン行くんじゃん。ノーヒットノーラン、あ、ピッチング、あれ、え、俺9回も投げてるの、もしかして。結構投げてる感じ、それともリリーフで投げてる感じ。あ、疲れてるじゃん。あとよろしく。あの、大丈夫、後ろにはね、ちゃんと江崎くんがいいから、いいピッチャーがいますから。頼むよ、勝ってくれよ。勝って、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 勝て。引き分け。9アンダーでなんとか繋いでくれりゃよかったのに。ということで、じゃあ次の試合行きましょう。おかげででもまあ、こっちはスカウトに評価が上がるから、よかったけどね。いやーでも危ない。自利品ですよ、もう。8イニングついてない。いいね。引き分け再試合、頑張りましょう。8イニング自責点なし、見事じゃないですか。さあ頑張りましょう。3回戦勝つよ。お願い、なんとかこう全国1位になりたいんだ俺は。お願いします、頼む。と言っても怖いんだけどね、何より。いやー、やっぱりなんだろう、官僚大学とは言うと、やっぱり以前負けてますからね、失投で。さあどうだ、いいぞいいぞ、ノーヒットピッチングと思ってピンチ。さあ、失投にだけは気をつけ、失投。うん。コントロール C だからないと思うけど。あ、いいね。ミート G だからまだ救いは。ノーア、ワンアウトランナー1、2塁ね。オッケーオッケー。じゃあカーブ、変化球で、変化球織り混ぜて確実に三振取って。下位打線っていうのが本当救いだわ。あ、これゲッツー。いや、無理か。発送。これで、9番か次。8番か。あー、どうしよう。歩かせて9番と勝負しよう。G とはいえど弾道さんだからな。あ、でも逆に言えばこれ、歩かせるつもりで勝負に行こう。歩かせるっぽい見せ方、まあ、歩いても最悪いいよぐらいの絶妙なボールを投げまくろう。結果オーライよかったよかった。結果オーライ、結果オーライ。そうだよね、どうせ歩かせるつもりでいるんだったらボール球投げても。どうだ、エッジ勝て。なんだこの熱戦、官僚大学との引き分け再々試合ですよ、これで。勝ってくれよ、打線もいい加減。俺めっちゃ頑張ってんだからね。また今度どこまで投げた、自分。はい。9イニング続いてなし？勝ちつかないの、それで。ちょっと頼むよ、打線。行きましょう。まあ、最悪うちはね、エース級が2人いるから。僕と江崎くんの2人で。だから、まあ最悪、なんとか、つながるっちゃつながるんだよね、打線として。なんかこう、投手陣は大丈夫なのよ。問題は打線なんだよ。でも言われてみれば、なんかこう、なんか本当に、4年になってから、こう、際立った炎上とかないっすね。さあ行け、さあ行け、勝て、勝て。あ、9回、ピンチか？違う、10回じゃねえか、炎上。おい、まさか俺10回まで投げてんじゃねえだろうな。ピッチャー交代じゃない、もしかして。どうなんだろう。あ、まだ疲れてねえわ。4番か。まあ、勝負。バカ！また同じミスを繰り返すのかと思ったけど。危ない危ない！ストレート、ボール球。はい。でも取ってくれたらよかった、今の。もう疲れてるから次変えてね。三振！よっしゃい！オッケー。さあ、11回からあとはもう江崎くんに任せた。頼むよ！いい加減勝ってくれ！引き分け再試合ですね。いい加減にしろ！まったく。じゃあ、とりあえずね。引き分け引き分け、再試合はね、次回へ持ち越しましょう。ちょっとね、動画の尺的にもあれなんで。10イニング自責点なしで勝ち星つかないとか、マジで泣いちゃうんだけど、次回行きます。お楽しみに。じゃあね。